2013年7月28日日曜日、主の十字架クリスチャンセンター東京アンテオキ教会におきます主日第二礼拝を始めてまいります。最初にお祈りいたします。愛する霊様、主の御名をあがめます。聖日の朝、あなたの愛する兄弟姉妹たちをこの教会に集めてくださり、共に主を礼拝する恵みを感謝します。この教会に聖霊様が満ち溢れておられ、この礼拝を最初から最後まで導いてください。どうか私たちに必要な言葉を与えてください。これからの時、主に期待し、私たちのすべてを与えます。始まりにあたり感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美で礼拝を始めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。それではお立ちになる方ともに立ち上がって賛美をしていきたいと思います。手にある主に感謝しましょう。アーメン。主はまことに聖なるお方、主は私の救い主、あなたは
十字架の御業、心から感謝します。計画を持っていると主はされます。この主の使命のこの全うのために、この徹底してこの一人一人この祈りきる祈りというのをさらにこのなしていきなさいと主はされます。神の思いはあなた方の思いよりもはるかに高く、また広く深く、またこの計り知れないと主は語られます。この一つ一つの問題や困難において、さらにこの感謝をまた徹底しなしていきなさいと主は語られます。さらに私はこの多くの者たちを救い、またさらに神の計画の中へとこの導いていくと主は語られます。この白馬キャンプにおいては、確かにこの使わされた方々においても、またこの取りなすということを導かれた方々においても、この共に祝福が与えられたと主はおさられます。しかしまた祝福が大きいがゆえに、敵の攻撃、妨害も強く、この与えられたこの祝福という事柄を奪ってくる攻撃が来ているので、見分けて対応していきなさいと主はおさられます。この主に委ねられたこの一つ一つの事柄というのを忠実にこの成し切っていきなさいと主はされます。父はこの忠実さを見ており、忠実に成していく中において、主の働きのこの成就をさらに見ていくと主はされます。さらに主はこの多くの関わりを開き、また過去の関わりにおいてもこの回復を与え、またさらにこの多くの道のルートを開いていくと主は語られます。それこの信仰の目を持ってそれを捉え、また多くの方々が来る備え、また多くの方々に救われ、この使わされる備えをまた忠実になしていきなさいと主は語られます。この明確にこの賜物の注ぎかけという事柄が、この大きくこの段階が変わったということを覚えていきなさいと主はおさられます。それへ深いこの霊の注ぎかけがこの与えられているがゆえに、この惑わす霊の攻撃とまた引かせる攻撃が強いので、この一人を一人さらに見分けという事柄のためには熱心に祈っていきなさいと主はおさられます。それではさらに賛美を捧げていきましょう。あなたの恵みの中、私は生かされてる。新しい力受けて賛美捧げます。ご臨在の主にもう一度感謝を捧げていきましょう。
お願いします。天の父様、賛美の時はありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。サイエンスクール礼拝を豊かに祝福し導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。それではお祈りの時をお持ちいたします。それぞれの必要のために各自黙祷のうちにしばらくお祈りください。お祈りの時はそこまでとしていただき、再び共に賛美をしてまいりましょう。それでは主の祈りを共にお祈りしましょう。慣れてない方はモニターをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは聖餐式をパウロ・アケボノ牧師に導いていただきます。よろしくお願いいたします。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でも、それがまだ洗礼を受けられておられなくても、イエスキリストをご自分の救い主と信じ告白されておられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。ですから、イエス様をご自分の救い主と信じ告白されておられる方々はぜひこの式に加わっていただきたいと、このように思います。また、インターネットで今礼拝されている方々の中でですね、イエス様を信じ告白されておられる方がいらっしゃると思いますが、
聖餐式を受けたいと思われる方々はですね、ご自分でパンとブドウ酒、またブドウジュースを用意してこの式に加わってください。お祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒、またブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。私は人々のうちに御家と御地の恵みを表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りはイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。
天の様、この聖餐の御御ありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。聖餐の恵みでありかれました後は感謝の献金の時を申し出します。神の国と神の義を賛美しつつお願いいたします。献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。恵み深いイエス様、献金の時を感謝します。主が私たちに与えてくださった一部を今御前にお捧げいたしました。この献金を主が清めてくださり、御国のためにどうかお役立てください。また捧げられたお一人お一人を主が覚えてくださり、私たちの日々の生活を豊かに守り支え、信仰生活をさらに祝福してください。感謝します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所を読みしたいと思います。本日の聖書箇所はイザヤ書55章11節、イザヤ書55章11節です。第3版の聖書をお持ちの方は旧約聖書の1218ページ、第3版の聖書をお持ちの方は第2版の聖書をお持ちの方は旧約聖書の1117ページになります。それではお読みをしていきます。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく、私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。この箇所からになります。本日はこの後証の時をお持ちしまして、その後特別賛美、そして賛美に引き続きパウロ秋元牧師からメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。